私は2歳の年に病気で耳が聞こえなくなりました。私は全く聞こえなかったので、この世の中にはと声というものがあると教えられました。加藤さんとの出会いですが、加藤さんがワイワイシステムを使い始めて、感動をして我々に手紙を書いてくれました。その手紙の内容は、生活が変わり始めている。一番困ることは会話ができないことです。日本の中でもいろんな方言があります。ですので、いろんな地域性の喋り方とか特有の言い回しっていうものに対応、自分の声で話してそれを文字にして伝えたいという要望が結構たくさん出てきたというところが、ありまして、マイエンジンの開発を行うことにしました。私たちは Azure AI Foundry を、たくさん使わせていただいてます。主な使い方としては、発言を修正するためのロジックを、検証したり、あと翻訳を、適切な翻訳になるための検証するための検証ツールとして使っています。私たちは Azure Speech Service をリアルタイムの、文字起こしに主に使っています。それ以外にも、ろう者の方の声の学習をして、その方専用のモデルを作る、カスタムスピーチモデルというものに使っています。おかげさまで私たちの YY システムのアプリケーションは日本国内で145万ダウンロードを突破いたしました。私は子供、孫の声か話か分からなかった。それが分かる会社でも、加藤さん、今までは分からなかった、加藤さん何と分かる、私が分かるから教えてあげれる。私は、ただのエンジニアでした。ですが、アプリを出したことによって、本当にユーザーさんの声が僕を支えてくれている、本当にそういう感覚です。それが自分のこうエネルギーというかモチベーションにつながっていると思います。